鳥取青年主犯学校は1944年に設立された青年主犯学校である。前身の鳥取県立青年学校教員養成所から引き継いだ岩見群舞里村の高地で発足したが、1945年4月、東白郡上井町にあった鳥取県立下北農業学校の校舎高地一式の寄付を受け、同地に移転した。学生改革で、 新生と鳥大学学芸学部に包括された際、青年主犯学校校地には、学芸学部第二分室が設置されたが、旧生在校生の卒業とともに廃止された。河北農業高等学校、倉吉産業高等学校は土地の非併設の、県立河北農業学校は1948年4月に、新生の県立河北実業高等学校となり、以後、 東博高等学校下北校舎倉吉農業高等学校下北文庫下北農業高等学校倉吉産業高等学校と変遷した。下北農業高等学校の校舎は当初は国有財産だったが1957年頃に鳥取県に無償譲渡された。2003年4月倉吉産業高等学校は倉吉工業高等学校と合併して 鳥取県立倉吉総合産業高等学校となり、旧工業高校校地に統合された。旧、倉吉産業高等学校の跡地は、2013年4月から、倉吉市立河北中学校が使用している。鳥取県大百科事典715ページ。鳥取青年市販学校の校。新編倉吉市、第三巻近現代編393ページ。 昭和20年4月30日付官報文部省、国時代76号、倉吉市715ページ723ページ。倉吉市698ページ三徳小学校、隣接地。参照、教育振興、久乗会開放、久乗り123号7ページ。2013年7月28日閲覧。 鳥取県広報昭和34年10月22日付、第45号19ページ、河北農業高等学校の校。ありがとうございます。